どうも、日本代表ゴールキーパー川島選手の復活にかけるドキュメント見てたけど、それを支える嫁がセクシー系の美人だったから素直に応援できなかったよ。でおなじみレオザフットボールでーす。さあ始まりました、トークザフットボール。前回はですね、番外編的な内容になりましたんで、今回はですね、がっつりサッカーの話皆さんとしていきたいと思います。まずニュースからいきましょう。プレミア、モーリーヌのマンユ来季予想布陣、バイ英国紙、バラン、ベンゼマ、サウルの獲得を目指すというわけで、こちらデイリーメールっていうイギリスの新聞なんですけど、それがですね、来季のユナイテッドの予想布陣発表しています。それがこちらですね、ゴールキーパーデヘア、ディフェンス陣が、右からジョーンズ、スモーリング、バランショー、そして中盤がキャリック、逃げずにトップしたルーニーで、フォワードが右からラッシュフォード、ベンゼマ、マーシャルというわけで、にわかっぽくないっていう思ってしまったんですけど、それがですね、まずラッシュフォードのウイング起用ですね。ラッシュフォードウイングで使ってた試合今シーズンあったかなっていうね。やっぱ真ん中で輝く選手ですし、サイドから突破って感じもないですしね。こうリンガードのポジションなんでね、ベンゼマっていうのも放出候補でありますけど、モーリーニョがですね、レアルを離れた時に主力選手との不和が、話すごい信憑性の高い話上がってましたんで、うん、そうなってくるとクリロナと仲良かったベンゼマ、わざわざ取るのかなって。クリロナがね、一番モーリーニョとバチバチだったっていう話ですから、そこもありますし、あとニゲスですよね。アトリシコ愛の非常に、深い選手でして、そのニゲスをですね、チャンピオンズリーグ圏内もなくて内部がゴタゴタしてるで、今行っていいのかどうなのかっていう状態の、マドリーが、マンユーはですね、給料だけで、引っ張ってこれるのかっていう、給料とモーリーニョっていうのだけで引っ張ってこれるのかって言ったら難しいと思います。あと右サイドバックにジョーンズスタメンで使わないだろっていうふうに、思いましたけどね。ここも補強ポイントなんで、ここにですね、なんか具体性のある名前がないのも適当に作ったのかなって思いますね。でそんな中で一番ですね、信憑性あるのはこのバランですよね。それなんでかって言いますと、モーリーニョが就任する前から、モーリーニョが就任したらユナイテッド行くみたいな、話がですね、バランの周りでは上がってまして、なおかつですね、モーリーニョが、マドリーいた頃に、前も言いましたけど、バランっていうのはペペより優先順位が高いセンターバックで、なおかつ今のユナイテッドのディフェンス陣だったら、バラン来たらセンターバックスタメンだよね、常時出場できるだろうっていう、層の薄さなんで、そうなってくるとバランっていうのはね、対人強くてスピードもありまして、ゲームメイクもできるんで、非常にプレミア向きであり、ボールを支配したユナイテッド向きだなっていうふうに、僕は思います。で、一番の理由、これなんですけど、バランの代理人とモーリーニの代理人がジョルジュ・メンデスで一緒なんですよ、前回言ったように。なんで、代理人経由で話、通しやすいですし、ジョルジュ・メンデスもですね、強化部に自分の息のかかった人間を送り込んで、そこを、交渉担当にさせようとしてるんで、全部ですね、ジョルジュ・メンデスと、モーリーニの策略通りにですね、動かしやすい状況が全部整ってるんですよね。バランは外に出たい、試合に出たい、マンユはバラン欲しい、試合にも出させられる、そして、移籍をスムーズに進めるだけの、人のコネクションが全部揃ってるっていうわけで、この夏バランの移籍相当現実味を帯びてるんじゃないでしょうか。また当たったら、褒めてくださいね。というわけで、アトリシコ・マドリード対レアル・マドリードの、試合見た感想なんか話していきたいと思います。まあ、半日遅れて見ることになっちゃったんですけれども、なんか戦術的なですね、争いっていうよりも、選手個人個人のクオリティと気持ちの、対決に僕には見えました。特にですね、試合が週2回3回あった、シーズン中のですね、準決勝、準決勝とは違って、ちょっとリーグ戦でもですね、リーグ戦から間隔が空いて落ち着いたことによってですね、選手が休養状分で走れてたっていうのがですね、レアル・マドリードがアトリシコ・マドリードの、プレスをかわせてボールをガンガン前に運べてた要因かなというふうに僕は思いました。アトリシコ自体はですね、人にきちんとタイトにマークをつく、チームなんで、レアル・マドリードの選手はですね、ボールを受けるために、ポジションチェンジをしてどんどん動くじゃないですか。でポジションチェンジをして空いたスペースに対して飛び込んで、そこでダイレクトで叩いたり、高い技術で前を向くことによって、アトリシコの選手がですね、プレスをなかなかいつもみたいにはめれないんですよね。相手のスピードも、ボールのスピードも選手のスピードも速いんで、なんでそういうところでアトリシコのですね、戦術が全然ハマってなくて、レアルがですね、アトリシコの、やられたくないであろう、サイドにどんどんボールをですね、振ってって、守備のほころびを作るっていうのが、できてたっていうふうに思います。そんな中で皆さんが気になってたですね、このヒメネスじゃなくてサビッチを使った理由、普段のねセンターバック、スタメン出てるのは、ヒメネスも全然多いですか。なんでそういうところなんですけど、僕はですね、ヒメネスの、サイドからのクロスに対する対応でヘディングの競り合い自体
体は強いんですけれども、マーカーの受け渡しだったりとか、そういう風にですね、自分が、つく選手に対してですね、ルーズになったり、受け渡しがスムーズにいかなくなったりする時があるんですよね。今回のレアルマドリード戦に関しては、フリーになるのがうまいベンゼマと、そして、空中戦が抜群に強い、クリスティアーノ・ロナウド、そしてベイルっていうこの3人がいますから、そうなってくるとサイドの、クロスに対して、ファーからニアに飛び込んでくる選手だったり、ベンゼマの外に流れる動きだったりとか、ここの受け渡しがですね、スムーズにいかないと簡単にクロスからの失点を許してしまうということで、ヒメネスよりサビッチを選ぶっていうことになったんじゃないかなっていう僕は思いました。で、一番影響出たのはやっぱメンタル面なのかなって思いまして、悲願のタイトル、初タイトル獲得したい、チャンピオンズリーグ獲得したい、アトレティコ・マドリード勝ちたいチームと、ライバルチームが2冠取っててバルセロナが、でなおかつ無冠を許されないようなですねブランド力、を誇るレアル・マドリードっていうわけで、勝ちたいチームと負けたくないチームの戦いで、それがですね展開に現れてたなと思いまして、アトレティコに関しては普段のですねなんか危なげない試合の進め方っていうのができてなかったですよね。特に不用意なパスミスが目立ちまして、それが縦パスだったら、そこで縦パスで取られた後全員がまたプレスをかければいいんですけど、不用意な横パスでのエラーが目立ちましたよね。でアウグスト・フェルナンデスとかコケとかね、普段ミスしないような選手がミスしてまして、またトーレスとかがですね、トーレスって頭良くなったんじゃなくて感覚でゴール前のポジショニングはやってたんだっていう、っていうかそれができるぐらい染みついたんだって思ったのがですね、ドリブルで絶対取られちゃいけなかったりとか、キープして上がりを待ってほしいシーンで前向いて仕掛けようとして何回も取られて、アトレティコのラインが上げきれてないところでまたレアルマドリードの攻撃が始まるっていうのがありまして、そういうところの、賢さって言いますか、プレーのチョイス、ここはですね突っかけるところなのか、ここはキープするのかっていう、そういうところがですね、トーレスの判断良くなかったなっていうところが思いました。 PK を取ってくれたりとかですね、ディフェンスの時に最初のディフェンダーになってですね、プレスをかけてくれた動きとか素晴らしかったんですけど、そういうところでトーレスのですねプレーでの判断で僕はちょっとアトレティコ・マドリード苦しくなってる部分あったなっていうふうに思いまして、ね、アトレティコ・マドリードの、勝ちたい気持ちが流行るあまりなのか、こうボールをですね、なんすかリスクをかけちゃいけないところで前に運ぼうとしちゃうところ、それで、マドリードのガッて受け止めるところ、それがですねマドリードの方が、気持ち的にメンタル的に今回の試合は有利になったかなっていうふうに思いました。まあね、言うまでもないですけど、両アンカーの活躍が素晴らしかったですね。カゼミーロとガビですね。特にカゼミーロなんかは、危険なスペースを潰してましたし、サイドにおいてもサイドバックとセンターバックの間のねコケだったりサウル・ニゲスが飛び出したいところを、防いでましたし、それに対してじゃあモドリッチはどうするのかって言ったら、カゼミーロが前に出ていかなくていいようにサイドバックとセンターバックの間のスペースをずっと埋め続けていいように、運動量で、モドリッチがカバーしてたりとかしまして、でガビなんかはですね、チームの戦い方が、カウンターになってもポゼッションになっても、ベストな判断をしてますし、カウンター食らう時なんかは、相手のですね攻撃を、ね、遅らせるようにサイドにですねボールを持ってる選手を追い込むような守備をしてましたんで、こういう選手がいるだけでチームの安定感違うな、ガビっていう選手の、重要さあと1個で、感じましたし、来シーズンの風見のすごいボランチになっちゃうんじゃないのかなっていうふうに、思います。できることなら、シメオネには4-3-3のまま、同点になった時にですねそのまま攻め切る戦術、採用してほしかったんですけど、でもこれは結果論でして、今までやってきたアトレティコのやり方っていうのはですね、4-4-2 で、守備のスペースをきちんと埋めたりとか、4-1-2-3 を使う時とかはですね、そのアンカーの選手が、受け手になった時に、危ないスペースを埋めるっていうような感じなんで、4-3-3で攻め切るっていう戦い方はなかなかしてないですよね。そうなってくると、批判もされますけど、一回4-4-2に戻しちゃった決断っていうのも、シメオネは逆に、我を貫いたっていうか、一貫してたのかなというふうに思います。まあ結果論で言うとね、あそこで攻め切って勝つべきでしたけど、でもそのタラレバは、何シーズンも頑張ってアトレティコを作ってきた、シメオネに対してはちょっと言えないかなというふうに、思いました。オリベル・トーレスが使える選手、戦える選手になってたらまた違ったんだろうな。オリベル・トーレスはサイドでの囲い込みの守備だったりとかの強度が弱いですし、ピエットに関しては前線からのプレスが、2人ほどではないですし、プラスグリーズマンの相方として組ませた時にプレーエリアが被りすぎる、ゴール前で欲しがる位置の、連携だったり、ファー行ってニア行ってのそこの連携がですね、フェルナンド・トーレスほど確立できてなかったっていうのが痛かったですね。そして、話題になってる、カラスコがキスしに行ったのが彼女か、いやお母さんだっていう話なんですけど、あれですね、彼女でした、今朝のニュースで出てまして、それがこちらの画像ですね。はい、ミス、2013、ベルギーというわけで、ね、
で普通に、あ、彼女にまず行っちゃうんだっていう、ちょっとね、僕はね、普通に、あ、チームメイトに行かねえんだって聞いたりするんですけど、でもツイッターの反応見ると、やっぱ女の子とか素敵みたいになってたりとかして、まあその辺が男女の違いなのかなっていうふうに思ったりしますけれども、それがですね、その彼女のツイッターにですね、飛べたんですけど、その彼女がですね、ツイッターでリツイートしてた、一番上にリツイートしてたのがこれだったんですよ。はい、ダニーロなんですけど、このダニーロのですね、記事を翻訳しますと、ダニーロはカラスコに対して苦情を申し立てた。それは LDC、 これリーガでチャンピオンでチャンピオンズリーグのことらしいんですけど、そこの決勝時に違反していることの、彼を訴えます。まあこういう風に、ね、変な役になりますけど、まあ違反を訴えたそうで、何の違反って言ったらあのキスぐらいしか、思いつかないんですけど、これが何の違反に当たるかっていうね、この国際ルールブック僕調べてみたんですけど、この7項目のうちの一番上と一番下ですね、反スポーツ的行為と主審の承認を得ず意図的にフィールドから離れるっていうわけで、この2つがあのキスの時に行われてたってことで、ダニーロが言ったんじゃないかって。このニュースですね、日本で取り上げてる人がいないんで、僕もいろいろ検索したんですけど、この予想になんですけど、何を訴えたのか分からなくて、きっと、あの違反だろうなっていうので、反スポーツっぽいね、俺キスしに行ったのおかしいじゃねえかっていうことなのかなってことで、ただダニーロね、カラスコにめちゃくちゃ再度突破されてますんで、そうなってくるとこの訴えダサすぎんだろっていう ね、いや、あれ、これキスしてたのおかしいと思うけどね。俺はドリブル突破されてるけどっていうね。こちら、本当に違反になるのかって調べてたら、こちらのブラジルのですね、エスタジオドマラカナンっていうこのスタジアムなんですけど、これゴール裏にですね、公衆電話が置かれてるんですよ。これがですね、当時、今はもう携帯電話の普及で撤去されてるらしいんですけど、このブラジルのね、スタジアムでゴールを決めた選手は、その裏の公衆電話に行って恋人とかに電話かけるみたいな、それによってイエローカードもらうみたいなことがあったらしくて、まあ本来はね、記者のあの伝達用とかで、ね、取材用に使われてたらしいんですけど、それで一回事例があると。それとこんなニュースもね、見つけました、海外のスポーツでハットトリックを決め恋人に喜びのキスをした選手が即退場処分というわけで、これですね、多分イギリスのニュースなんですけれども、このスミッテン選手って方が、ハットトリック決めた後に恋人にキスしたらイエローカード食らったってことで、この時の主審もルールブックにあったからやっただけだっていう風に言ってまして、まあ過去に事例があるんで、あのカラスコの、ロマンチックなキスもルール違反だったっていうことで、それに対してダニーロが怒ってるっていう、このね、ダサすぎるニュースがありましたけど、ダニーロはそんな感じでしたけども、レアルマドリードの選手、監督、スタッフ、皆さん、サポーターの皆さんおめでとうございます。アトリチコにはね、ぜひともまたね、いつの日かリベンジしてもらって、ね、シメオネ、ね、退任の可能性もあるんじゃないかなって話も出てますけど、残ってね、アトリチコマドリードの、アレックス・ファーガソンになってほしいなっていうふうに、本当に思います。来シーズン、カントレーバとかね、カバーニとか、いいストライカー来て得点力もアップして、強くなったアトリチコマドリードと、バルセロナ、レアルマドリード、ビジャ、レアルセビジャ、いろんなね、面白いチームいっぱいありますんで、リーガ盛り上げて、チャンピオンズリーグ盛り上げてほしいと思います。というわけで、レオザフトボールでした。バイバイ。コメントチャンネル登録よろしくお願いします。下のボットミルの楽曲のところからは僕のいろんな曲が聴けますんで、ぜひ